島さん、よろしくお願いいたします。お願いします。エプロンつけてきました。かわいい。ちょっとあの今テーブルで見えないので、あ、こっちに見せていただいていいですか。あ、これ実際 CM の撮影でもつけた。そうなんです。エプロン。じゃあちょっと一歩前に、ね、あの、そうなんです、あのこちらの方が、はい、皆さんすいません、ありがとうございます。たくさんの方が撮影されて、かわいいですね。実際につけてたエプロンなんですか。はい、お似合いです。さ、ではどうぞこちらご移動ください、はい、お願いいたします。お願いします。じゃあ入れます。はい、お願いします。これで入れて、はい、それでも手でも、はい、こうお家でね作ってる感覚で作っていただきたいと思いますので、だーん、あ、出てきた、はい、最後の入らない、という間ですね。ギュッ、はい。生搾りいちご果汁が出来上がりました。いちごできました。はい、さあそれではこれをまずはシェーカーに入れましょう、はい、入れます。はい、そして、はい、続いてココナッツウォーター、レモンジュース、シロップと入れていただきます。なんか緊張しますね。緊張してますか。緊張します。それは人前で。そうですよね。はい、さ、入れました。はい、バジルを入れてください。バジル、バジル、これそのまま入れるんです。そうなんですね。あ、贅沢に4枚も、ね、たっぷりと入りました。最後にもういい香り、はい、氷を入れます。はい、はい、さあでは、ちょっと煽ってますね。メイクシーンとなります。あの、皆さんも撮影されていると思いますので、お顔もぜひ見せていただきながら、はい、振ります。なんか恥ずかしい。いや、でも上下になんかこういう方がプロっぽいみたいな。慣れた手つきですよ。うんうん、でもすごい氷が入ってるからすごい冷たくなってきた。決まってますね、シェイクする姿が。もういいですか。はい、ありがとうございます。すごい冷たい。それでは皆さんにお見せください。できました。じゃあ完成です。完成。すごい綺麗な色、ね、できました。いかがでしょうか、今日のノンアルコールカクテルの出来栄えは。出来栄えはこれまでで一番いいのができたんじゃないかと思います。嬉しいですね。一番上手にできたということで。本当にいい香り、はい、ほんのりバジルの香り、うん、本当にすごく美味しそうな感じで見てる私にも伝わってまいりました。